はようございます。今日はちょっと配信遅れましたけど、もう逃げ回ってたら、首根っこを捕まえて。そうですね。もうダメだ。やれと。いや、許してくれ、許してくれって。これ以上行き始めようという。そう、もうまた晒すことになりました。ロッテの佐々木朗希。そうですね。あれじゃ反選手会どう。反選手会、あの令和にもいましたね。令和の反選手会どう。でリアルにあの侍のメンバーなんで。そうそう。ほんまに侍越中志郎を思い出しましたけど。メジャー行ってやるって。行ってやるって。何がどうなってるのか分かんないですけども。もうシルクロードです。シルクロード。シルクロード。キタロウの、ね。キタロウ。こっちのキタロウですね。こっちのキタロウ。あのシティボーイズでもなく、水木でもなく。シルクロードですなんですけど、これ連勝中の馬がね、3頭いるんですけど、で最近ちょっとこう連勝馬が不振で、ね、去年は2頭いて、3着、4着。一昨年0で、3年前が1頭いて、7着。4年前が18着。ちょっとこうジューンオレンジ。バースくらい、オタルエバーはちょっと危ないのではない。連勝中の馬は消すと。消すと、ちょっと今の流れで。連勝中の馬って人気してるから。まあしちゃいますね。オタルエバーとか、これもそこそこ人気しちゃいそうな。まあそれは注意ということで。はい、でシルクといえば。あシルクね、はい、シルク。宮子さん。シルクといえば、シルクの相方は広階段。広階段ですね。これ私ちょっとね、思い出ありまして。1980年代なんですけど、心斎橋2丁目劇場。うん、ありましたね。ポコポコと歩いてたんです。この2人が単独ライブをやってる。でどうしても客誰も入ってないんでと、その時入ってくれと、はい、ああじゃあもう行こうかと。で席も実際誰もいなくて、当時そのあまり漫才は、ね、面白くなかったんですよ、ね、うん、そういう時代ですよ、でもセンターマイクの砂かぶりのところで、はあ、いいところですね、2組目ぐらいだったと思うんですけど、東京に出る前のダウンタウンが出てきました。ダウンタウン出てたんですか、うん、あすごいですね。もうあの伝説のあの、うん、あ評論家のネタ、ああですね、あ評論家の西中島落ちる時の方さん落ちる時のあとか、もうむちゃくちゃおもろかったんですよ。 でも私個人的にね、一番好きな当時から大好きだったリットン調査団がやっぱり、あで今日出てたんですか。出てます。すごい豪華メンバーです。豪華メンバーでしょ。もっと売り言うたら入ったのね。ほとんどいなかったんですよ。で宮子さんなんですけど、宮子 S、 これ、ね、ちょっと発見しちゃったんですけど、ひやがなの宮子 S、 宮子 S 京都ね、同じ京都の宮子 S なんですけど、去年の11月やってたんですけど、宮子裕次郎とか言ってたんですよ。あ、そうだった。中日のね滋賀県か片田高校です。片田高校、ね、で片田高校で初めて宮子 S で馬番1の馬が履いていたジョッキー、ここ3年1着、1着、3着なんですよ。あこのシルクロードで、シルクロード S で、で今回がねいるんですよ、これ西村敦ルガール、ルガール、うん、ルガール帝国、ルガール帝国のルガール馬券絡むのは間違いないと。あでもこのルガールさんはすごい堅実ですね。堅実なんですよ。これほぼもう日番人気もありえるぐらいの、あ一番人気ありえるぐらいなんですけど、まあこれも今回でもそういう流れなチャンスなんじゃないですか。こういうもう誰も知らないデータ、そうですね、宮古 S からね、単にあの枠だけのあれなんですけどね、宮古 S からでもなかなかのね精度なんで、いよいよ当たる時が来ましたね。時は来ましたよ。時は来た、であのもう一頭お亡くなりになりました、南部トラタ元ダチョウ倶楽部、ひょうきん予備校とかで一緒にダウンタウンとかで出てましたね。あ出てましたね、ひょうきん予備校、古いな。しんすけがね講師してる。あれはなかなか、エスパーさんのツイートをしてたら自分もすぐ行っちゃうという、ね、行っちゃうというね。毎週でも毎週なんかの誰かを忍んでますけど、忍んでますよね。酒井騎手にちょっと注目したんですけど、アグリーの去年の南部杯買ってます。あ南部杯、南部杯、まさしくそれはひょっとしてね、これで言ったんですか。で、漫才のミキの亜生でした。亜生 ね、はい、汗ね。でこれねオーナーがねミキオーナー冠婚存在というか、あ一緒に入ってる、一緒に入ってるという、ね、これまあアグリーもね人気なんですけどね。これねだからもうルガルとアグリ、ルガルとアグリ、アグリをもう二刀軸にしてるほぼ当たるのではないか。ルガルとアグリ、アグリいいですね、ゴロゴロいいですね。ルガルとアグリ、ルガルとアグリ、その相手はね、まあ、あのこ の, あの連勝馬を連勝馬消していって、消していったら、自然とねあの自然と穴馬とかにぶち当たるんで、ネギシエス、ネギシエスなんですけど、南部師匠一番のアイオライトなんですけど、これ生産牧場がね、みなべか南部か分からないんですけど、読み方は南部さんなんです。ここでもつながる、ここでもつながると、アイオライトも買いましょう。でね、不法は続く、不法続き、歌えねえじゃんテルエ歌え花え花え、これでおしまい、鹿島新娘、娘本当に。それでは皆さんごきげんよう。ごきげんよう。お笑いネットワークでよく見ましたけど、見ましたね。
別に特段ね見てて面白いとも別にね、うん、ちっちゃい時やから思わないんですけど、いや、うん、でもねやっぱりあの女性3人の音楽漫才私大好きで、ちゃっきり娘とかフラワーショーとか、フラワーショー、ね、フラワーショーね、うちのお姉ちゃんとか、あの3大音曲女性トリオですね、これ歌い姉ちゃんね、ねこのアルファマムの、ね、名前がね、なんかリーダー格のママという、なんともあのそんな名前なの、夜のスナックみたいな、そういうそういう意味なんですか、そういう意味らしいです、もうリーダー、ママみたいな、これもなんかちょっと連想しちゃった、アルファマムで、今週なんですか、今週、はいはい、これですか、ケンシ、ケンシロウね、ってやつ、ケンシロウ、ケンシロウね、天心とケンシロウ、ケンシロウ、あのケンシロウじゃ良かったですよね、これはすごい、ザ・ボクシングでしたね、これは面白かった、久しぶりになんか、いや、その相手が、ね、やたら強そうですね、強そうです、天心選手はね、KO 勝ちですからね、一応 KO ですから、剣心校ってことです、ほんまや、混ぜた、混ぜ込んだ、混ぜ込んでるでしょこれ、トム・ブラウンみたいに、トム・ブラウン的なやつですね、合体剣心校ですできるんじゃないですかこれね、剣心校、剣心校、あまり最近成績は良くないです、うん、これだから穴でいいですよね、ちょっと戻るんですけど、ビューティー番長のシルク、シルク、シルクさん、高野ビューティーっておるんですけど、これ高野ビューティークリニック、これにこれまんまじゃないんかと思うんですけどね、がなんかあるんじゃないが、馬主ってわけでもない、ないんですよね、でね、ウィキペディア情報なんですけど、はい、高野ゆりさん1月22日生まれなんです、これ次この前ですね、でこの馬もですね、3年1月は3年前に買ってて、ネギシエスもですね、一昨年3着去年4着とか結構1月頑張るんです、ここでも見せるのではないか、あでもボバなんですねこれ、うん、ビューティーズなかなかあれです、うん、これダービースタリオンでネギマ S とかいう名前ですかね、やたらなんか覚えてるんですよネギマ S、 なんか挟んでいかなきゃいけません、ネギマ S、 ではまあ最後なんですけど、戸崎騎手なんですけど、外国3番に乗ると、ネギシエスで3回乗って2勝、2勝2着1回、2勝2着全部連帯してるんですよ、今回ねこの11番のマルガイって言ってません、パライストラじゃなくてパライストラジョージ高野、ジョージ高野、道場パライストラ、道場劇、道場劇、レボリューション、レボリューション SWS のヘア製ですパライバトル、パライバトルマリンですから、ああパライストラでバトルするマリンです、マリンですね、これも面白いんで、ごと僕なんて面白いんですいいです、アイオライトパライバトルマリン高野ビューってあるほんで剣心校、いよいよもう白子ですわ、もう有力馬がっちり2頭押さえて、あこちら当てに行きました、ケス馬もオリーノ、どうですか、いやこれは楽しい、来週2月ですね、またいろいろヒントがあれば、ヒントがあればということで、アディオス。